西武低迷の原因は松井だけのせいじゃない。2024年に監督就任2年目を迎えた松井稼頭央。松井はかつて西武の主力として活躍し、引退後は二軍監督を務めるなど、未来の幹部として大事にされてきました。しかし2024年は思うような成績を残せず、チームは交流戦前に最下位となっています。そんな中、西武は交流戦前に松井の休養を発表。突然の発表にファンは衝撃を受けました。そんな松井の電撃解任についてコメントしたのは、西武の正捕手、古賀悠斗。古賀は衝撃のコメントを残しています。衝撃の監督人事。2024年の西武は開幕から4月12日までの間、A クラス争いをしていました。しかし4月13日に借金1となると、そこから一気に低迷。4月終了時点で12球団最速の借金10に到達し、ダントツの最下位となります。5月に入ってからも8連敗を喫するなど低迷した西武は、5月18日に自力優勝が消滅。39試合目での自力 V 消滅は、球団史上最速の出来事でした。特に深刻なのは打線です。交流戦前まででチーム打率2割1分4厘118得点は12球団でワーストとなっています。1試合あたりの援護率は 2.62 となっており、これは2023年の中日の 2.72 を下回る数字。2023年の中日が143試合制史上初の400得点未満だったことを考えると、西武がいかに貧惰なのかよくわかります。西鉄時代の勝率3割1分1厘を下回る可能性も出てきており、記録的なペースで負け続けていました。そんな中、交流戦が始まる前の5月26日、15勝30敗となった西武は、松井の休養を発表します。松井はこの時、選手たちの成長には手応えを感じていましたが、それを結果につなげることができなかったのは、指揮官である私の責任です。ライオンズファンの皆様の期待に応えられず、大変申し訳なく思っております。とコメントしました。突然の監督解任に西武のコーチを務めたこともある大久保博元は、こんなにびっくりするようなニュースは久しぶり、と驚きを隠せません。続けて、あまりにも負けてるっていうのはご存知の通りで、僕らもあれだけ投手がいながら打てないっていうのはやっぱり大きいなって感じてましたけど、それにしても2年目ですし、シーズン始まってまだ5月の終わり。これから交流戦に入っていくというところで休養ですよね、と解任が早すぎたと球団に苦言を呈しました。実は西武は2014年に井原春樹監督を6月上旬に休養させたことがあります。これは親会社の西武ホールディングスの定時株主総会が6月中旬に控えていることから起こったとされ、今回も同じ理由だったのではと噂されました。そんな騒動の中、西武の捕手古賀は衝撃のコメントをしています。低迷の責任はチーム全体にある。交流戦前の試合で西武は2連勝を飾り、松井は、もちろんゲームも変わりますしね。そういう意味でも初戦、しっかりと戦っていけるように全員でやっていきます。と交流戦に向けたコメントを出していました。ところがその数時間後に事実上の解任発表。これには選手たちもショックを覚えており、球場を後にする古賀は、監督の話はまだ喋るなと言われています。と言葉少なに球場を後にしました。古賀は松井が監督に就任した2023年に正捕手として見出され、チームの捕手で最多の100試合に出場。打率2割1分8厘、2本塁打、20打点とブレイクしています。盗塁阻止率はリーグトップの4割1分2厘を記録し、11月に行われたアジアプロ野球チャンピオンシップでは日本代表に選出されました。2024年も交流戦前の45試合中34試合に出場し、打率2割8分1厘、2本塁打と貧打のチームの中で気を吐いています。恩師の電撃解任に古賀は、本当に一番悔しいのは自分たちです。もちろんファンの方も悔しいと思いますけど、僕たちは勝つために毎日やっているわけで、その中でこれだけ負け越している、と悔しい思いを吐露しました。
続けてポジション柄僕だけ違う方向を向いてプレーしています。その中で勝てない、僕の配球ミスで負けている試合もある。自身がリードで出す指のサイン一つで勝敗が決まるというポジションを守らせてもらっている中での責任というか、そういうのをもうちょっと僕の中で自覚を持ってやらないといけないっていう思いですね、と正捕手として勝てない責任を感じているとしています。2024年に25歳を迎える若き正捕手が責任を感じているように、他の選手たちも西武の低迷に責任を感じているかもしれません。また松井の後任として監督代行となった渡辺久信 GM は就任会見で、これは松井監督だけの責任じゃないですし、私もチームを全体的に見る立場として非常に申し訳ない、そして責任を感じているところであります。ファンの皆さんの期待に応えられるよう、私もプロ野球人生をかけて挑んでいきたいと思っております、と話し、松井だけの責任ではないと強調しました。続けて渡辺は、私的にもチームをしっかりマネジメントしていかなくてはいけない立場の中で、今の成績について非常に責任を感じていました。球団の方からも、この状況を打破していくためには GM しかいないと言われましたので、私もはっきり言うと11年前に監督を辞めた時、もう現場には戻らないつもりでいましたけど、こういう状況になって自分がやるしかないと思っております、と責任を感じて監督代行を引き受けたと話します。さらに記者からの、ここまでの低迷は得点力不足が顕著だと思います、編成トップの GM の立場から十分に戦力は供給できていたとお考えでしょうか、という質問に対して、渡辺は具体的に自身の感じている責任について語りました。渡辺は、外国人にしてもなかなかうまく日本の野球にアジャストできなかったり、今怪我をしていたり、なかなか思っていたような実力を現時点では出してないと思っています、と話し、自身の編成も西武の低迷の要因だとコメントしています。チームの編成を行う GM が監督代行を行うという異例の事態は、渡辺のチーム編成をうまくできなかった自責の念から実現したことなのかもしれません。ファンからも SNS で、あの西武の戦力じゃ誰が監督だって勝てないよ、休養前最後に連勝できて本当に良かった、成績以上にメンタルが心配だった、ゆっくり休んでほしい、ただただ不憫や、と松井を擁護する意見が多く発信されています。松井がヘッドコーチ時代に監督だった辻初彦は、こうなりましたと報告を受けて何も言えなかったですね、決まったことなのでどうこうなる話でもないし、残念だったけどまだまだ若い、彼はこれからずっと勉強していくでしょうし、野球界のためにまたユニフォームを着ることもあると思うので、その時のためにしっかり準備してほしいなと思います、と松井を擁護しつつ今後に期待していました。このように西武低迷にはチーム編成の要因などが重なり、松井の采配だけの問題ではありませんでした。最終的には GM が監督代行になった西武ですが、次の監督は誰になるのでしょうか。西武の新監督筆頭はこの人物。西武の次期監督候補として名前が挙がるのは松坂大輔。西武は2013年に渡辺監督が退いてから野手出身の監督が続いており、そろそろ投手出身の監督が来ると予想されています。そこで高卒1年目で新人王と最多勝を獲得し、その後も西武のエースとして活躍した松坂は、知名度も実績も申し分ないという声も上がりました。また松坂は日本球界復帰後に長きにわたり怪我に苦しんでいます。この苦労が指導者としての上積みにもつながり、西武を強くできるのではないかと期待されているようです。また、かつての黄金時代のメンバーだった秋山浩二も監督候補として名前が挙がっています。秋山は現役引退後、ホークスの監督を6年務め、A クラス5回、優勝3回、日本一2回と上昇軍団を築きました。西武が監督探しをしていた2016年オフにも秋山の名前は挙がっており、その際に秋山は、翔平が事実なら光栄です、とまんざらでもない様子だったそうです。ホークスのような上昇軍団を作るために、秋山監督は現実的かもしれません。
また渡辺 GM がそのまま監督を続けるのではという声もあります。ある西武の OB は、渡辺の現場復帰もありえない話ではない、就任1年目の2008年に日本一になり、6年間の監督生活で B クラスは一度だけ、西武の低迷はろくな補強をせず、助っ人も軒並み失敗と編成面の失態も少なくないが、親会社や球団の評価は高い。 GM を兼任する全権監督就任もゼロではありませんとコメントしました。また別の OB は、そもそも松井監督は渡辺 GM が選手として呼び戻し、引退直後に2軍監督に据えるなど、次期監督としてレールを敷いた。西武の切り札的存在なのに、最後は記者会見すらなく、追い出す形になった。大功労者に対する球団の無下な対応に不信感を抱く OB は少なくない。このままでは渡辺 GM が来期も監督をやらざるを得ないんじゃないか、と西武の内情を察した上で、続投せざるを得ない状況だとしています。また意外な名前も上がっており、それは宮本慎也です。宮本はヤクルト一筋19年で現役を終え、西武とは直接的な関わりはありません。しかし現役時代は労組選手会の会長を務め、日本代表ではキャプテンを務めるなど、強くリーダーシップを発揮しました。そのリーダーシップが評価され、廣岡達郎以来となる戸座監督の就任の可能性が噂されています。このように様々な候補がいる西武の次期監督。低迷するチームを復活させるには、知名度の高い監督を呼び込み、ファンと一緒にチームを盛り上げることも必要です。そうなると、若い世代も知っている松坂が監督の筆頭となるのではないでしょうか。西武松坂監督が誕生すれば、パリーグがさらに盛り上がるのは間違いないでしょう。西武の次期監督選びから目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。